一回やりたい。もう一回。僕も一応できるのはできます。大丈夫です。あ、次行きましょう。大丈夫。ちょっとじゃあ下の方にみんなあのできる人大丈夫な人は。大丈夫。はい。うん、あ、エビデンスさんやばい。あ、大丈夫。みんなできる。あ、そうです。ちょっと始まったのがないですよ。もう一試合だけ。そうですね。じゃあ一試合やります。はい。お願いします。お願いします。お願いします。あー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 ポスターです。テルテル。ポスター。ポスターです。テル。テルテル。テルテル。テルテルです。テルテル使用します。テルの。またさっきの、あ、やめよう。今度は違う動きしようっと。ああ、面白かったさっきの。誰かいるかな。これか。これさ、意外と嫌いなんですよね。分類で葉っぱ、葉っぱ、鉱石、動物、鉱石、動物。おや、おやおやおや。いや、いや、俺。ちょっと待って。白い。白い。白い。あれ、なんかランチパッドで死んでそうって言ってたって。うん、死んでなかったです。大丈夫です。そしたら、よさかさんとカワウソさんいて。はい。なるほど。え、どうやって来たの？どうやって来たの？ベンチ。ずっといたんじゃないですか？何が、どういうこと、どういうこと？僕とカワウソさん、ずっとあそこ残ってて。はい。ですよね。位置しかついてなかったけど。多分僕とカワウソさんがちょっとランチパッド出入りはしてるんで。あ、そういうことか。なんですけど、ロケットのタスクがちょうど今終わったところでボタンを押された。もう本当に今1、0ってなる瞬間にボタンだったんで、僕とカワウソさんは90秒あそこにいたことになります。なるほど。行きましょう。え、和田さんに投票しました。え、はいです。和田さん白ですよ。和田さん白ですよ。ちょっと ね、インポスターから聞こえるんじゃねえかってところから和田さんの悪口言ったけど無反応だったから。あ、じゃあ白。出ないけど。じゃあ白。試し方。あ、面白いね。それ新しい確認方法ですね。これは強いな。それは。配線か。配線。ピンク、黒、水色、グレー。白い。すごいな、これ。あ、普通に、来ちゃったんだよな、あと。悪口聞こえてた。よすずしの白です。はい、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 よす、あ、よすずさんが白です。うん、真っ白。なんで、はい、よすずさん聞こえてました。あれ、あ、聞こえてない。いや、ちょっと待ってください。いや、ちょっと待ってくださいね。めちゃくちゃ疑惑だな、今。和田さんとカオサさんとイケテンさん近くにいましたよね、停電中のドアのあたりに。はい、で、ひなもさんがシューティングしてるのを見ながら、僕ドアのとこまで移動してひなもさんに話しかけたら、何ですかって返事返ってきて。これやばいよ。いや、僕の視界に入ってから何ですかって返事返ってくるとか、呼びましただったら分かるんですけど、もう呼ばれてんの分かって移動してきたぐらいの返事。え、あれって思って今ちょっとボタン押してるんですけど。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。え、普通に聞こえましたよ。
え、ひなもさん、なんかサポタージュ何が起こったかってわかります？停電。あ、それは分かったんですね。え、はい、なんで？停電の中シューティングやってやってたけど、え、なんで？声が聞こえたの？ちょっと聞こえたから反応した。まだ聞こえなかったな。あれ？俺は聞こえてた。僕はイケテンさんが被ったから聞こえたかな。イケテンさんの声が。で、停電開けたところで川さんが見えて、和田さんが見えてとかだったかな。自分停電開けてなんか、うわ、固まってるわって思いながら。え、ちょっと何言ってるかわかんないですかね。まあまあ疑惑程度です。まあ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 、まあ、そうですね。まあ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 。まあけど多分よすずさんは白なんだろうなって自分。なんで白なのそれで。僕いて和田さんがいて吉田さんがいてっていうような直線に並んでる状況で、それ吉田さん見えてなかったんですよ。吉田さん見えてなくて、ずっと吉田のバーカってずっと言ってたんですよ。ひどい。で、和田はそれを聞いてて吉田さん無反応だったから、あ、白なんだなってなって。なるほどな。なんで和田に入るの？何入れてんすかね、まったくね。いろんなじゃないの入れてるの。あれ？よし、動いた動いた動いた。和田さんのバーカ何やってんすか？バーカそれ聞こえるんだよ。そう聞こえてるんすよ、もう。何やってんの、あの二人、本当に。まったくもう。まだやってんのかな。あれ、まだ聞こえなかったっす。え、聞こえてました？どうしたんすか。白だ、よすずさん白すぎる。よいしょと。もうなんかさっきからずっと和田さんとよすずさんが怖っ、ひらもこっちゃん、なんか人がいっぱいやつ、言い過ぎでは。はい、方は募集中です。生のバーカ。バーカってもうみんな悪口言いすぎですって。生のバーカ。お、やったわ。およ。やったわ。目の前でひなもが切って逃げていきます。やってない。以上です。いやだってさ、聞いて。ご飯ですか？違う。ローラーでいいです。ローラーいらないです。ローラーいらないです。ローラーいらないです。雪風も見てます。いや、聞いて。ファミチキになりたい方いませんかって言ったら、イケテンさんがひなものバーカっていうから、ちょっとファミチキになりたいのかなと思って。イケテンさんじゃなくない、多分ひなものバーカ。いや、イケテンさんでしょ。え、和田さん言ってなかったですか、さっき。なんか和田さんの声で僕聞こえましたよ、多分。和田あれ、どっちだ。ひなもが目の前で切って、いや、切ってない。和田さんが切った、それでも。あ、うちは調理しただけやから。雪風さん、Y 字の上のグリーンハウスの下ぐらいの配線に雪風さん、はい、ひなもさんがその真ん中らへん、和田さんが被ってて、はい、僕がアドミンの影に隠れて、壁越しに声聞こえたっけなって呼びかけようと思って、あ、やっぱやーめよって帰ってきたら、ひなもさんがちょうど切ってました。いや、そんなことないですよ。そんなことないですよ。3人言われてんじゃん。いや、僕反論だよね、もう。でもなんですけど、僕、和田さんに投票しました。ありがとうございます。私も和田さんに投票しました。あ、じゃあ僕も和田さんに入れようかな。なんで本当に2票、まあ本当に2票だ。ファミチキになりたかあー、すごファミチキか。いや、そもそもなんですけど、クルーの時点でチキンじゃないんですよね。ああ、そうっすね。そこなんですよね。確かに。そこちょっとあれしよう。みんなに言おう。あ、押します。ちょっと今のひなもさんの遺言が僕すごく気になっててですね。今ボタンを押す前によすずさんには話したんですけど、まずクルーなのでチキンじゃないんですよね。
ファミチキになりたいって言ったんですか。チキンじゃないんですよね。もうそこがもう嘘ついてるんでインポスターだと思います。確かにチキンじゃないの、うん、っていうのちょっとみんなに言いたかったのでボタン押しました。ついでにイケテンさんクマですもんね。そうなんですよ。神部屋。なんだったら熊肉ジビエか。なんだったらひなもさんの角じゃなくてあれ唐辛子じゃないかっていう説が出てきました。香辛料か。そうすればあの辛いやつあるじゃないですか。それ作りたかったのかなっていう。スパイシーチキン的なね。ありますね。で多分あの篠野さん被ってる紙袋に入れられて販売されます。ああ。ね。脱がされちゃうんだ。うん、っていうのがちょっと思ったので。みんなに言いたかっただけです。なるほど。はい。和田さんに投票します。和田さんに投票します。和田さんに投票します。和田さんに。危ない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 。危ない。スキップ入れます。それは。うん、危ない危ない。それは危ないですっていくらなんでも。これは。ああ、おもろすぎる。あっち。あら。コミュサボーコミュサボー、あ、上がいない、あ、おかしかった、出た、26579、よいしょよいしょ、ヒュッヒュッ、おー生きてますね、ありがとうございます、いいですね。インポスターの方には僕ですが、させていただちょっと一個予想したことがあって、はいはいはい、ワンチャンダブキル狙ってたんじゃねとか思って、あーと言いますと、わちゃわちゃなところで、あ、さっきのところでそう、さっきのところ、はい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 、誰がいたんですか、いたのは雪風さん、和田さん、うん、よすずの3人なんですが、僕よすずはアドミンにいるので、そうですね、はい、でダブルキルを狙ったところで、僕が逆に言うと僕目線は雪風さんが、ダブルキルの相手、まあ和田さんでもそうですよね、なりますよね、となるので僕がいる中でダブルキルは無理かなと。和田さんは白いなって思いました。もうコミュサボ中にウェポンじゃないや、バルコニーのあのチュンチュンのタスクにいたんですけど、あ、そうか、コミュサボ中で聞こえないのかっつって、和田さんのバーカっつってたら、あのコミュサボ開けた瞬間に聞かれて、聞こえましたよって言われてるんで、多分白だと思います。いや、白ですね。よすずさんも白だと思います。和田さんに投票しました。あ、何投票します、これやべえやつだな、多分死ぬわ俺。さよなら皆さん、さよなら。ああ、うん、定期的に雪風さんに1票入ってるの何なんすか。自投票じゃないですよ。よし、ああ面白かった。さ、行きましょう、行きましょう。直せ。直す。行きますよ。直す。よしよし。もうタスク終わりました。終わりました。もうタスク終わりました。早い。終わりました。ちょっと覚え気味、はーい、ゆうまさんがいて、しのさんが来て、おー、いいね、あと1個だ、あと1個ですね、タスクが終わってます、早いです、気のせいです、いや、マジであのタスクわかんなかった、よいしょ、早い、すっごい早い、スーパー早い。川さん。いっぱいいる。さっきアドミンのこの辺にいたじゃないですか。誰だ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 誰
和田さんさっきこの辺にいたじゃないですか。待って待って、インポスターいる、インポスターいる、ちょっとここインポスターいる。あ、いや今インポスターがずっと弁当で遊んでた。あ、今原子炉、原子炉に、え、違う、アドミンに、あ、原子炉見に行きます。はい、はーい。あ、死んだなこれ。死んでますね。あの、聞いて、吉田さん、吉田さん、はい、欲しいんですけど、僕ここにちょうど弁当タスクあるんで。はい、あ、僕パカパカしてるんで。あ、ちょっと左行きますね。和田さんと生田さんとヨスズとあと篠さんでしたっけ。いましたね。はい、がアドミンにいましたよね。いました、いました。カワウソさんが、原子炉で亡くなっていて、となるとクローズさんで、ユラさんはあのその辺の時に、うん、イベントで遊んでるって誰かが言ってた時に、じゃあ見に行きますねって原子炉に。ペインがアドミンにいて、ベント移動を見ていなかったのが、うん、ピターパンは飛び回らざるを得ない。でもすごい、今回もひなもさんとクローズさんですね。みんな知ってるから。おい、ひなも、最後にバーカって言ったのは俺だねえぞ。ほら、最後に、最後、俺はちょっと見えないようにからずっとバーカバーカ言って、いや、そう、見えないうちに行ったの。行ってて、おい、イケテンさんだな、イケテンさんやろうと思ったら、ちょっとごちゃごちゃしてて切れなくて、ちょっとあのはけた時に切ったのよ。和田さんがバーカと言った瞬間に俺切られたからね。あ、ごめん。